というわけで緊急で動画回してるんですけど、何が緊急かっていうと、昨日緊急なのに動画回さなかったぐらいには緊急です。で、何が緊急かっていうと、こちら7周年無料オーダーが今日のメンテ後、11月29日か今日から来るっていうことで、最大770回ですね。7周年なんで77ということで、無料がね 1,2,3,4,9,10,5分かアバターオーダー含めて、来るんで、これについてちょっと見ていこうかと思います。これね、あの例のごとく毎日引かないとあかんやつで、でバーストだけちょっと開催時間が、まあ、短いんで、これ今だけって書いてあって、でこちら、覚醒、24時間限定、これ11月30日、今日の方がバースト確定、星4の、無料オーダーと、11月30日次の日、星4の覚醒が1枚確定の11連無料オーダー、1枚だよねこれ、1枚って書いてないけど、まあ、1枚確定だよね多分。で、次の日12月1日、あ、この11月30日と12月1日はあれですね、なんかなんだっけ、北九州だかなんだかのポップカルチャーフェスだっけ、なんか忘れたけど、 SAO ゲームのなんか出展みたいのがあるって聞いた気がするけど、何だったんだろうあれは。確かなんか、俺行こうとしてたんだけどね、ちょっとね予定が入ってしまって行けなくなりました。12月1日モッド、星4のモッドが、1枚確定の11連無料と、12月2日、星4のコネクト確定へ11連無料オーダーで、その次の日アクセル確定の、その次の日が、フルバースト確定と、で最後にこの、330連かこれ、あれ何十連だっけわかんないけど、なんか毎日1回だっけ、毎日11連無料か、これがなんか30日間引けるんですよね、星4確定がない代わりに。で、鑑定と、さっき、映ってた探索かな、あ、これ探索と、鑑定の無料も来て、さらに、アバターオーダーも来るっていうことで、もうそれだけじゃないですよ、これもう運営が頭おかしくなったっていうぐらいなんですけど、14日間で7000アルカナジウムもらえて、700万コルもねさらにもらえると。でコルっていくら課金してもね得られないものなんで、あの集会でしか手に入らないものなんで、これすごくいいっていうのと、そうログインボーナスなんですけど、やばいねこのログインボーナスがね。で確か他にもあのアルカナジウムのログインボーナスがあって、これですね、7周年記念のパネルミッション、これクリアすると1000アルカナジウムもらえると。マジ運営は一体何を考えてるんだっていう話で、でこの後あのなんだっけな、なんか新イベントみたいなのも紹介してて、あ、これがね7周年のキービジュアルなんで、おそらくタイトル画面がこんな感じになると思われますと。で、今後のイベントってことで、このクリスマスイベント2024っていうやつが、開催されると。でまあ例のごとく復刻で大量のクリスマスイベントが復刻で来るといった感じで、で、ま、これもねこのねこういう感じで毎年開催される復刻に含まれてくるんじゃないかなと。今年開催されるやつが来年にも、まあ来年もこのゲーム続いてれば、まあその復刻開催のところに含まれてくるんじゃないかなと、ね、思いますね。で、そのうちコアメタル超の確率アップキャンペーンが、開催されたりっていう感じで、あとは、まあ、いろいろありますね。インテ名国の、ドロップ率アップの、キャンペーンとか、ルクス・ロスト・ヤシャ・ガオ・マキナ、ドロップ率情報修正、あとあれですね、50層の、あ、50層じゃない、これ、まあ、25層以上なんですけど、まあ、武装石と基本ドロップが緩和されるということで、まあ、特にこの50層以上が、まあ、指輪の生産素材、指輪浄化、あ、違う、指輪じゃない、干渉石浄化で、指輪レベル3の生産に必要なやつなんですけど、この50層のラストナンバーの、ね、爪もね緩和されるということで、まあ、大量に爪切りしていこうっていう感じになってくるんですけど、まあ、こちらが、
まあ鱗もねそんないっぱいには出ないと思うんですけど、まあちょっと情報修正されたと。で、ゴミですね、ゴミ。コアメタル、マジ震えんのよコアメタルとか言われてるやつ、こちらも、情報修正されるんで、まあ新規向け調整といったところでしょうか。まあ釣り竿ね、めちゃくちゃいいスーペリアなんちゃかロットってやつね。あ、なんちゃかロットって言うとなんかカカロットみたいに聞こえるけど、まあこれですね、カオスの滅生の175、パーティーでできるように変更されるルート。でさらにドロップ率情報修正で155以下が、さらに作りやすくなるといったところで、まあここら辺はもうあのパーティーでできるようになったところでね、あの弱い人がいっぱい集まったところで倒せるか分かんないところではあるんですけど、まずこれどうなんだろうね、ガチタンク編成で行って耐えられるかっていう話でもあるとは思いますけど、まあそんな感じで7周年急にね、これね、始めたての人経験値が7倍とかね、あの大盤振る舞いすぎる。でサブクエスト経験値4倍とかね、これもやばいね。みんななんで7周年なのにこれ4倍なんだよって言ってたけど、7じゃないかっていう。で本当にこれね、始めたての人にこの武具育成っていうのもやるし、デイリーダンジョンプラスに、これも何気にね、あの嬉しいと。あとこのギルド応援キャンペーンも同時に来て、まあ、ドロップ率アップのギルドスキルとかね、期間限定のやつが使えて、まあ本当はねお香と一緒に使いたいぐらいだけど、まあむしろお香来るとちょっと義務感が生まれてしんどくなってくるんで、まあそれはそれでいいのかなっていう感じですね。でこのあの生放送の最後に出た画像、これねすっごく可愛いんですけど、一体この画像が何なのかよくわからないっていう感じで、でそうだ、肝心のこれ、まあこれについてはまあ後で動画に別で動画にした方がいい気はするんですけど、まあチェインスキルっていうのが7周年記念で出ると。でこれでチェインスーパーチェインみたいなのがあの発動すると、一定時間全てのスキルがスイッチとして使用できると。でバーストとかフルバーストもなんか10突するとスイッチとして使えるんで、どんどんスイッチ乗せてって、まあ、スキル威力の上乗せができるんですけど、これちょっと疑問に思ってるのが、そのコネクトスキルの連結分もスキル威力上がるのかっていう話で、で従来の通常のコネクトに通常のスイッチした場合は、そのコネクトの連結分が関係なくて、そのコネクト自体でですね、それ打つコネクト自体にしかスイッチが関係なかったんですよ、コネクトスイッチ枠に入れた場合。だからまああのこのなんていうの、連結分をそのスイッチ判定でスキル威力が上がるかっていうとよく分かんなくて、でもこのスーパーチェインだとどうなのかっていうのがちょっと疑問なんですけど、まだ情報が出てないっていう感じで。あとはね、なんかダメージ無効化プラスカウンター攻撃が可能って書いてあるんですよね。特定の攻撃に対してタイミングを合わせると、カウンター攻撃、まあ、パリーみたいな感じなのかな、まあ、パリーみたいに実際に弾くような感じじゃないかもしれないんですけど、見た目的にはただ敵の攻撃に合わせてあのうまくこのチェインスキルっていうのを発動させると攻撃が無効化されてカウンター攻撃ができて、でさらにそのカウンターをすることでこのスーパーチェインの起動もできるっていう感じだった気がします。あ、違ってたらすみません。でまあどんどんねスイッチを、乗せていくことでダメージが上がっていくと。で7周年記念で出るオーダー、これが、チェインオーダーっていう感じで、で、まあ、これねいいね、キリトの騎士の盾4バフって防御力がパーセント上昇するやつなんで、これこの騎士の盾4バフ欲しかったんですごく気になりますね。ただこちらアスナは極光輪なんだけど、ちょっと単体5連撃なんで、まあ、どういうモーションなのか気になるところですね。まあ、探検はちょっと毎回微妙なんだけど、今回はあのどうなるのかなっていう話で、あとはなんか体力増強4バフってこういうスタックバフあったっけ、これが何かに効いてくるのかちょっと、なんか気になるんですけど、なんかマキナ斧持ってますよねエギルが、
ついにマキナ周回しだしたんでしょうね、この人たちはね。で、装甲減退、こっちですね、視聴員デバフと。視聴員っていうのは、なんか結構ね、あ、そういう時代になってきたんかなと。パーティーのね、パーティーメンバーの発動条件を満たすために、陰形デバフの、陰形っていうのはこの、あれ、印鑑の印ですね。視聴員、突印、あれ、刻印が書いて、あ、刻印書いてある。刻印、小刻印、視聴員、突印、残数印。陰属性デバフに対して、こういう効果が発動できるっていうのがあるんで、まあ、そういう効果を生かすために、この視聴員がすっごい消えないのでいいんですよね。で、このスーパーチェーン効果っていうのがあって、まあ、これがなんか1回発動ってなるけど、なんだっけな、スーパーチェーン中に発動してるんだっけ、なんかわかんないですけど、まあ詳しくはね、もう今日出るみたいなんで、あれ今日だよね、今日でいいんだよね、11月25、ほらもう新階層もね今日来るんで、11時から17時までメンテナンスなんですけど、そのメンテナンスが明けたら来るっていう感じなんで、そしたらねもうわかるんで。で、あとはチェーンスキルのねアビリティ、チェーンアビリティなるものがあるんですけど、これはスーパーチェーン時間が伸びるっていうアビリティですね。コンビネーション5でスイッチの威力がプラスされて、しかも攻撃力500上昇のチェーン中攻撃力 10% 上昇と。まあ、おそらくですけど、最初はちょっと、まあ、インフレしないか様子見でこういうアビリティを入れ、ちょっと効果がしょぼそうなやつを出してくると思うんですけど、もうちょっと経ったらアビリティに関してはまあ強いのが出るんじゃないかなと。インフレしなかったらね、アホみたいにインフレしなければ、まあそういうのが出るんじゃないかなと。で、最新階層19層が、今日のメンテ枠に出るっていうことなんですけど、ノーチラスさんが出てくると。で、県内事件で出てきたグリセルダさんとか、ヨルコだのなんだの、出てくるんですけどね。なんかヨルコちゃんが、なんか思いのほか、なんか、あれこんな可愛かったっけみたいな感じなんですけど、なんかあれこんなんでこんな絵になってるのかなっていう感じではあって、でしかも今まであんまりなかった、あんまりっていうかなかったんですけど、ストーリークリア後に配布されるスキルレコードをねイラストだけでも紹介してくれるっていうのは本当に今までなかったんだけど、なんかねグリセルダさんのスキルレコードが出るってことで、これに関してそのグリセルダっていうキャラに関しては、コードレジスタかなんかでも、コードレジスタだっけ、なんか過去作でもなんかそのスキル化したみたいなのがなんかなかったそうなんで、これが、まあ、SAO ファンの間ではなんか意外だなっていう話があった気がします。まあその俺はちょっとそういうところはにわかなんでわかんないんですけど、まあそういう意外だなっていうのがあるみたいですね。で、最適解の武装石っていうのが、19層フロアボスから出るらしいんですけど、まあ、どういうボスなのかちょっとよくわかんない。で、それで、ゲイルインテグラルシリーズ、今一番強い武器の進化ができると。で、進化層が来るみたいですね、19層ね。おそらく突属性が弱点なんだろうけど、突なんだろうねっていう。突だよね、多分。突でいいんだよね。凸だと思うんですけどね。これで急に残とか来たら笑うんだけどね。まあ凸だと思います。多分だけどね。なんかね、県内事件って SAO であったと思うんですけど、その時に解決したかに見えたんだけど、なんかね、実はなんかその続きみたいなの感じで。てか県内事件とかさ、アニメ原作でもかなり序盤の方だったと思う。まあ実際19層でいいんだよね。だったと思うんですけどね。間の層ね、100層クリア後にどんどんね埋めていくっていうスタイルだなんで、今更なんですけど、ちょっとね、そういう、まあこれ、イフストーリー、まあ、あり得たかもしれない、もしものストーリーなんで、まあそういう、続きみたいなのが見れると。で、なんか、この、あれですね、県内事件の時の、これ、墓地っていうの？お墓のところも、なんか、行けるようになるらしいんですよね。
フロアが開放されて、でそういう感じですね。あとは今後のイベントがなんかストーリーがなんか面白そうなんですよね。なんかわけわかんないこと言ってて、でなんかシリカがなんか年相応でない喋り方、焦らないでくださいよ、あくまでも噂レベルの話ですとか、なんかみんな口調がなんかちょっとねおかしくなってきてるんですよね。ええー、わかってます、これはあくまでも軽い雑談ですみたいな、本当にガキの喋ることなんかみたいな、まあガキみたいな感じじゃなくなってきてるんですけどね。攻略組のちょっと精神年齢がちょっとね上がってきてっていう感じで、でまあ大体、7周年の、その新情報みたいなのは、このあたりですね。まあ、特に今回動画にしたかったのが、動画にしたかった理由がやっぱその無料オーダーを毎日その引き忘れないとあかんみたいな感じで、で運営が言ってたけど土着層周回しなくてもいいから、まあ毎日ね、あ今日ちょっとログインして遊びに行くかくらいの気持ちで、あまあ今日ログインしたし今日もいいや、明日またちょっとやろう、次の日迎えました、あちょっとやって、まあガチだけ引いとくかっつってやめて、でまあ次の日またガチャ引いとくかっつってって、ログインしてねガチャ引くだけでも全然いいと思うんで、まあそれくらいの軽い気持ちで、まあ、やってもらえればなっていう感じで言ってました。まあそうですね、そのガチャだけじゃなくてアホみたいにこうパネルミッションだのなんだのっていうのでジェムがもらえるんで、7周年記念のログインボーナスとかねこれやばいんで、まあ、これが特にね言いたかった感じですね。7周年チェインスキル楽しみですね。 ぜひね皆さんも、楽しんで、私もちょっと楽しみにしておきます。あんまりこのゲームちょっと期待しすぎるとね、どういう目に遭うかちょっと分かんないんだけど、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると月の動画作りのやる気が出ます。ではまた。